エストラムはトルコの都市であるエスキシセヒル市内に路線網を有する路面電車及びその運営組織の名称。2004年に最初の路線が開通し、2020年現在はエスキシセヒル市内に大規模な路線網を有している。トルコの大都市エスキシセヒルでは交通渋滞や大気汚染の抑制に加え、大学のキャンパスをはじめとした市内各所を効率よく結ぶ。 公共交通機関として、市内中心部の再開発と合わせて、ライトレールを導入することが2002年に決定した。これが、エストラムと呼ばれる、ライトレールプロジェクトの始まりである。建設にあたっては、ボンバルディアとヤッピメルケジのコンソーシアムが、車両の導入を含めた請負いを担当したほか、スウェーデンからの輸出信用及び、ヨーロッパ各地の投資銀行からの資金提供を受けた。 また、ライトレールの導入にあたっては、路線バスやミニバスの路線網の再編も実施され、ライトレールを軸とした公共交通網に改められた。そして2004年12月24日、最初の路線となる2号線、3号線、全長 15km の路線が開通した。開通後、2011年までの7年間で、 エストラムの利用客数は1億8450万人を超え、1週間の平均利用客も9万7820人に達し、エスキシセヒル市内の重要な交通機関として認識されたばかりではなく、トルコ全体で最も成功した鉄道輸送システムの一つとしても位置づけられた。その成果は、国際公共交通連合の鉄道システム省や ISO9001、 2000の認証にもつながった。エストラムではそれ以降もエスキセヒルにおける輸送需要に応えるべく路線網の延伸を実施し、2014年4月、同年8月及び2019年3月に合計4区間が開通した。これにより、2020年時点でエストラムは総延長4 5トルの大規模な路線網を有することとなった。2020年現在、 エストラムでは以下の7系統の運行が行われている。工日の通り使用車両は片運転台であることから各系統の終端は折り返し用のループ線、もしくは左回りの環状区間となっている。運賃の支払い方法には1回のみ乗車可能な S ビレットと非接触式 IC カードのエスカルトがあり、前車の運賃は3.5トルコリラである一方、後車は購入時に デポジット代が必要となるが、運賃は2.5トルコリラに、値下げされる。これらの乗車券は、エスキシセヒル市内の路線バスやミニバスでも、使用可能である。フレキシティアウトルック開業時に導入された、ボンバルディアトランスポーテーションが展開する、路面電車向け車用。片運転台式の5車体連接車で、昇景車輪を用いた車軸付きボギー台車を用いる、ことで、 車内全体の床上高さを下げた低床構造と騒音や振動の抑制、メンテナンスの容易さを両立させた車両で設計最高速度は時速7 0トルである。開業当初は18両が導入されたが、その後の需要増加に伴い2006年に5両、2012年に10両の追加発注が行われた。これらの増備車は、 車内の LED 式案内表示装置や空調システムなど機器の改良が実施されている。ボンバルディアはこれらの車両製造に加え、車両の保守や予備部品の供給、乗務員や作業員の訓練なども担当している。チェコのシュコダトランスポーテーションが展開する、超低床電車。そのうち、エストラムに導入されたのは、片運転台式の5車体連接車で、 2016年9月に交わされた14両分の契約に基づき、2018年9月17日から営業運転を開始した。これは延伸に伴う増備分として導入されたもので、河川が存在しない非電化区間での運用に対応するため大容量の充電池が設置されているのが特徴である。ありがとうございます。